やってきました、ミスターパパー、ログハウスのカフェレストラン、ランチサービス11時から定休日木曜日。じゃーん、こちらが、はーい、ヤマエルだよ。ヤマエル、今ログハウスの紹介だから、ヤマエルの紹介じゃないよ。あれ違ったさあヤマエル行ってこようよ、ログハウスのお店、ミスターパパだよ。すごく素敵なお店だね。いいねいいね。ちょっとヤマエル、看板をミスターパパー、うちの工房、猫の手、オーダーメイド、手作り腕時計だって、やまやろ。作れば買ってくの？さあ行こう。さあ行こう。やばいね。お前、人いると元気ないな。はい、やばいのねよ。メニューはこちら。ランチタイムサービス、ハンバーグ、チキン、ドリア、あとはドリンク、トースト、ワイン、ケーキ、サラダ。あ、スパゲティのね、種類が豊富なんだね。ニンニク味、タラコ味、塩味、ホワイトソース、卵クリーム、カレークリーム、トマトソース、アサリソース。はい、ミスターパパー、ヤマエル何すんの？ヤマエルね、ランチはね、これ夢先企業ね。ヤマエルハンバーグ？ハンバーグとパスタでしょ。俺チキンとパスタだからね。あ、なるほど。うん、これね、カルボナーラだから。すごいね、バイクが置いてあって。すごい、ロングハウス来たよ来たよ。はい、ガーリックチキンとパンとサラダとスープ。はいはいはい、ありがとうございます。やべ、頼みすぎた。カルボナーラも来たよ。頼みすぎちゃったよ、一人で。ランチおじさんじゃなくて食いしん坊おじさん。サラダからね。ヤマエルね、遠州三崎牛を使用したチーズインハンバーグね。はい、じゃあヤマエル頑張って食べてね。はい、じゃあいただきましょう。はい、カルボナーラ。うん、なんか思ったより意外とあっさりしてるね。いいよ。どう？ハンバーグは。めっちゃうまい。パンがうまい。あ、そう。パンがうまい。パンがうまい。ガーリックトーストでしょ。うん、優しいガーリックトースト。うん。うん、あ、ちょんちょんして食べるの？じゃあ俺もちょんちょんして食べようかな。めちゃくちゃうまい。やっぱパンちょんちょんは最高だよね。スープ飲んでなかった。スープね、すごく美味しかった。一気に飲んじゃった。美味しすぎて一気に飲んじゃった。さあ、チキンソテー、いただきますか。やっぱチキンいいよね。チキンだよ。チキン美味しいからね。あ、トマトソースね、はい、ソースも美味しかったの。美味しかった
ガーリックチキンのランチセットね。サラダとパンとスープがついて、俺にはやっぱちょっと物足りないよね。まあ女性にはちょうどいいぐらいだよね。まあ、カルボナーラ追加して、なんとかちょうどいいぐらいな感じ。ガーリックチキンはね、味がしっかりしてね、美味しかったですよ。あとパンもね、柔らかくて美味しかったね。女性を連れてくるにはいいかもしれないね。ね、男2人でね、来るところじゃないね。おっさん2人で。来ないですね。店内前の満席ですけど。あ、ほぼカップル。ほぼカップルのお店でした。今日はミスターパパ、ロムハウスでランチしてみたでした。バイバイ。